ラナマンの家族の土地だな。探すのやめないかと思った。ありがとう。もう誰も来てくれないかと思った。みんな死んだと思ってたの。機械に襲われた時何があった？悲鳴を聞いて飛んでいったら、ラベジャーが守衛を人形みたいにその引き裂いてた。父が私を納屋に押し込んだのよ。機械を倒す音がして、そしてラベジャーの大砲が鳴り響いて、沈黙が。ドアを開けようとしたんだけど鍵がかかっていたの。救ってくれたんだ。でももうありがとうって言えない。機械たちが一体どこから来たのか、なぜ襲ってきたのかわかるか？この辺りでは毎年機械が増えているのよ。だから父が警備を増やしたの。でもこんな風に襲ってきたことはない。原因は全くわからないわ。ここにいて辺りを調べる。ええ、今は父と一緒にいてあげたい。Thank you.
中には何が。中に入って調べないとダメだな。この装置が信号を送っている。おびき寄せられたのかもな。信号が切れるはず。でも誰かが機械をおびき寄せるため置いた。皆殺しにするために。ルアーを見つけた。どうも誰かが機械をおびき寄せるためわざと置いたみたいだな。父親には敵がいたのか。ラナマン、兄よ。ギャンブルにはまって盗みを始め恐喝まで。感動されて復讐を誓っていたわ。ラナマンに頼まれてきたんだ。財産を手に入れるため機械を追い払ったのか。そうはさせない、あの人殺し。そうはさせないだと。財産が欲しいな。一緒に育った兄弟よ。誇りはないの。ああ、ないのだろうな。だが財産はある。あの世で父さんに会ったならありがとうと伝えてくれ。貴様はこの装置が機械を集めてくれるはずだ。私が手を下すより楽に。戦うか逃げるか。
まだあなたみたいないい人がいるのね。たとえ兄のようなクズがいたとしても、父は大げさなくらい感謝を伝える人だった。家族の伝統として受け継ぐわ。これを旅の助けになりますように。